戦国武将紀行明智光秀公明智神社に来ました。今ね、地元の檀家さんにすごい説明いただいて、よく分かりました。いろいろね、詳しい話を聞けたということで、満足して帰ります。後ろに資料館があって、中にね、いろいろ見れるものがありますんで、それを見させていただいて、こちらの神社は、6月13日に、お寺の関係が方が来て、ご供養されるそうですね。はい。結構山深いといえば山深いんですが、住宅街があって、あとここが細川ガラシャの、生誕の地ということで合わせてくると良いと思います。左に五輪塔みたいなのが見えますけども、お寺なんでしょうね、お墓なのかな、小さなお墓、お寺の関係の土地なんで、それなりにというところですね。はい、明智光秀公細川ガラシャゆかりの明智神社でした。